今日は京都のちょっとキラキラしてる世界を見に。そうですね。で普段あんま映えるところって言ってないからちょっと緊張してるんですけど。ちょっとはい、あの撮る側としてはどういう風に撮ると一番いいのかなって今悩みながら考えてます。とりあえずキラキラした世界を見ていきたいと思います。はい、はい、それでは行ってみましょう。はい、八坂神社は家紋が2つあるね。本当だね。はい、八坂神社、はい、あの祇園の町に一番近くて有名だと思う八坂神社ですが、あのね、阿吽が可愛いの。獅子駒をちょっとアップで撮りたいと思います。すごく綺麗でございますね。うん、紅葉がすごい綺麗だよね。見て見て、何これ。面白い。修学旅行生の皆様、八坂神社クイズ開催中だって。これ、できないじゃん。もう八坂神社クイズ、祇園祭クイズだって。隣の丸山公園にやってきました。この桜は京都で一番の有名な桜なんだそうです。これ全部桜なんだ。へえ、やっぱこれは春の時行きたいね。龍馬と慎太郎だ。うん、日本の陽気は近いぜよってか。桜中で服着た方が撮影をされていて、ね、されておりますね。中には日本人じゃない方もいらっしゃるみたいで、うん、でもその方も和服着てるとはちょっと嬉しいもんですな。そうなの、そうなの。そこは海外の人なのにさ、着物を着てみたいで、まあね、気軽に着付けてくれるお店もあったからね。いいよね。いいもんだね。特にこっちのね、あの橋のところが映えスポットなのか、こんな感じで、ね、いろんな方が、うん、いらっしゃいますね。このまま丸山公園から、はい、千代院の方に行けるみたいなので、はい、このまま行ってみたいと思います。おー、もう見えてる。あ、ちょうど今工事中なんだ。へー、はい、やってきましたが、ここはどこですか。はい、千代院さんです。はい、はい、千代院さんです。千代院総本山って書いてあるね、うん、ちょっと行ってみようと思います、うん、ちょっと行ってきます。あー、これなんか日本昔話に出てくるお寺さんっていう感じの作りだね。あー、このなんかそう枠のところがそんな感じするよね。そうでも同じ京都でもあれだね、紅葉具合が全然違うんだね。大きいね。うん、見て、渡り廊下みたくなってるね。繋がってるね。お、ガチャやるか。やってるやってるやってる、すんげーやってるな。やりすぎやりすぎ、冴えてきた。12月なんだけど、桜が咲いてる。桜だよね。桜
だと思う花が。寒桜。寒桜？なのかな。寒桜だそうですね。うん、すごい。っていうふうに先ほど通りかかったおじさんが寒桜だって分かるようにあのおっしゃっていただいて。すみませんありがとうございます。はい。はい。地温院さんにやってまして、はい、京都の方は、お寺さんのことをさんっていうふうに語尾につけるんだそうです。はい、ということで、まあ、キラキラスポットの八坂神社さん、うん、丸山公園、うん、地温院さん、はい、にやってきまして、はい、秋を堪能してお寺のお堂のスケールとか、うん、圧巻されながら今日は回ってみました、はい、一応車の方は調印さんの方の近くにコイン駐車場がありまして、うん、こちらの方で止めております、はいはい、キャンピングカーも普通に止められるスペースがあるので安心して止めれますね、はい、はい、それではまたの動画でお会いしましょう。またね。さようなら。見てすごい一気に京都っぽくなって、ね、テレビの中で見る京都がまさにここなんだ ね、 いやーこれは車で撮るのは無理だね。もうあのもちろん車通れない道の地域になってるけど味があるね。これあれですよ、池田屋事変のあそこですよ。いやちょっとひどいなと思うよ。すげえいい香り。ちゃん。おー大きいのすごく、ね、そしてね焼きたてっていうことだけあってねすごいあったかい。本当、うん、焼きたてメロンパン幸福堂さんです。ちょっと早速一口いただきます。めっちゃ大きいんだけど。大きいね。いただきます。あのねあれというと、この鳥居
いね。ちなみにこれはこの道路歩道を区画整理するときに鳥居が建物内に入っちゃったんだって。へえ。はい、これはパスジール。おお、あのお酒の香りがして甘酒みたいに粒々が入ってる。いただきます。あのね、やっぱ豚汁のお味噌とは違いますね。はい、一銭洋食さんにやってまいりました、はい、元祖お好み焼き一銭洋食さんですな。どんな風になってるのか楽しみですね。ちょっと行ってみよう。はい、うん、昔のお好み焼きみたいなもん。昔のお好み焼きの一銭洋食。ちょっとじゃあ早速ね。はい。え、中見る？中見る？いっぱい入ってる。え、なんかいっぱい入ってるよ。はい。じゃあちょっと開けてみましょう。はい、早速。あのね、すごく、おお、卵がとろって。おお。でね、すごいパリパリしてる。では、いっぱい入ってる。いただきまーす。口の中が結構忙しい感じですよ。本当にいろいろ入ってるから具材が。シャキシャキしてる、パリパリしてる。コリコリ、プリプリ。大きい肉が入ってる。あ、いっぱい入ってたもんね。これはちょっと京都五条殺人事件みたいな感じの鳥ですよね。なんで殺人事件になっちゃうのかな。京都っていうとさ、そういうさ、テレビでしかちょっと見たこと。いい香りがしますぞ。虹、ここに虹がね、虹出てるね。すごいよ。最近虹との遭遇率が高いですね。高いね。うん、すごいよ。しかも鴨川から伸びる感じで結構大きいんじゃない？太いよね。ね、太いよね。